東大までの著名な思想、歴史、文芸古典を網羅する明治書院の新釈漢文体系全120巻が来年5月刊行の博士文集13で完結することが先日発表されました。1960年に第1巻論語を刊行して以来58年をかけた大事業で、累計160万部を刊行。主に研究者などに愛用されてきたそうです。このことを中国のメディアも続々報道。編者を務めた漢文学者の小内田泉栄之助氏が初刊行時に寄せた、どれも我が国の伝統文化を培養してきた基本的な漢文典籍であるという言葉も合わせて取り上げられています。半世紀以上かけて日本の出版社が中国の古典をまとめたことに、中国から様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。日本がこうして中国の古典をまとめてるっていうのに、俺たちは一体何をやってるんだ。日本の出版社の素晴らしい活動に称賛の言葉を送ります。実際のとこ、中国人は四書五経を引き継ぐのに値しないと思うわ。唐の文化の継承者は日本だ。残念なことだけど、それを認めなきゃいけない。今現在古代中国の文化により近いのは、実際に中国よりも日本だからね。それは違うだろ。 99% の日本人派唐時代の文献を読めない。ほとんどの中国人は一般的な日本人よりも古代中国の文化を理解してるよ。だいたい古代中国の気候書を探すとなると、日本か台湾のサイトで探さなきゃいけないからね。しかもサイトのデザインも綺麗で使いやすいよ。中国の国学研究は1970、80年代がピークだった。日本とは研究の発展度が違う。日本人を常人と比べちゃダメだよ。書物の保存とか整理の面で日本人は異常だもん。あのレベルを全ての人に求めるのは酷だ。ありがとう日本。ありがとう日本。もし日本がなかったら、漢や唐の文化はとっくに消えてなくなっていたに違いない。講談社が中国の通史シリーズを刊行してるけど、それも読む価値あるよ。日本が古代中国を重んじ、台湾は日本語を取り入れ、そして中国は特に言うことはない。今では日本こそが正統な中華文化の後継者になってしまった。何にせよ中国の文化が広がってるのはいいことだし、超嬉しい。日本人が好きなのは古代中国の文化であって、今の中国や中国の文化ではないけどね。日本人の才能って物を見る目があって、保存することができて、吸収することができて、そして改良できる部分にあると思う。そして欧米や中国の文化を取り入れながらも、大和魂は忘れない。こういうのは日本の平常運転だぞ。日本人は古代中国が大好きだし、日本目、中国の伝統文化を盗んでいきやがって。日本ほど古代中国の文化を受け入れてる国はないよね。一番嫌ってるのはベトナム、北朝鮮、台湾あたりか。文化の輸出を先祖に頼らなきゃいけない現状が悲しいね。中国の文化輸出力が今の日本のソフトパワーレベルに達したら、世界中の人たちが戦国時代じゃなくて漢民族と唐を好きになってくれるはず。文化を継承して発展させていくことは、単に歴史や古典を学ぶだけではできない。日本人は常により良い形がないかを模索してるんだ。だから日本は常に成長し、世界的な大国になったわけだよ。日本人はもともとは中国大陸から渡った人たちだろうな。彼らはインドの古代文化にはあまり興味がないだろう。漢族から分かれた民族だからなんだよ。中国人は日本人を模範としていくべきなんだよ。まったく文化部、日本の文化庁は何をやってるんだって気になるな。恥ずかしながら俺より日本人の同級生の方が三国志演義に詳しい。日本人がよく読むのって正史三国志じゃなかったっけ。これは中国にとっても本当に素晴らしいことだと思う。今やこの国からは中国文化は失われていってるし、
もし中国人がこれくらい忍耐力を持って過去から学ぶことができていたら、俺たちはもっと早い段階で発展できてたはずだよね。日本の文化は漢の文化の影響を強く受けてるからね。元号で、すら、四季や春秋差し伝に謙虚を求めてる。日本は、中国の伝統文化を尊重しているけど、日本を先進国に押し上げる上で何か役に立ったんだろうか？取り立ててこれだっていう要素はないでしょ。そもそも、日本人は、古代中国の文化を外国文化だとは思ってないし、自分たちの文化として取り入れちゃったわけだから。中国人が北京漢話を異族の方言だと思わないのと同じ。中国人は過去を学ばない。これからは中国の歴史を日本人から学ぶしかなくなるのだろうか？中国には歴史をおろそかにする人間が多すぎる。日本とはこの辺が違うんだな。日本は歴史や過去を尊重してる。だからこそ日本は先進的な国になってるんだ。中国は日本から学ぶ価値が大いにあるよ。